私はまだ荷物とかね、あ、恥ずかしい、1ヶ月とかってのはやっぱあれですか、まだバタバタ、すいません、ちょっとあの、そうですね、まだちょっと片付いてない、実は、そうですね、あの文科省の時に使っていたものをあの持ってきたりとかしてますので。先月新たに県の教育長に就任した篠田聡さん、2008年9月から2年半広島県教委の教職員課長を務めた経験もあり、文部科学省や文化庁で課長職を務めました。かつて一緒に仕事をした方とまたお会いできるというような嬉しい思いもありつつ、立場も違いますので、いや重たい、非常に重たいことになったな。前教育長時代から変わらないという部屋ですが、一つだけ新たに置いたものがあるといいます。筋を通していくということ、そして、証拠に基づいた行政を行っていくということ、そして、決めたことについてしっかり簡潔に明瞭に、進めていくと。1998年、当時の文部省から是正指導を受けた県教委、その時の教育長で文科省の先輩でもある辰野元教育長が掲げていたという教育行政の3則です。私もあの特に何のために仕事するのかっていうような目的とか根拠とか、そういったものを大事にしていきたいというふうに思っておりますので、あのいただいたものではあるんですけれども、通ずるものがあるなと思って、ここにちょっと立てかけております。県内の教育施策の立案や課題への対策の協議で日々忙しいという篠田教育長、机の上には一冊の本が。この連休中に借りて読んだ本の一つでして、やっぱりこういろいろこう示唆に飛んでいるところがありますね。こう付箋いっぱい挟まれてますけど、ちょっとあの付箋が自宅になかったので、貸し出しのあの、あのなんていうか原票をこう破って、こうなんていうかね、あの気になるところに貼って、あの差し込んでまた改めて読んで。教育長は県教委のさまざまな仕事に携わります。教育行政の方針を決めると教育委員会会議で意見を求めます。本日の会議議題はお手元の通りです。議題のうち公開になじまないのがあれば再度に関して審議したいと思いますが、いかがでしょうか。月に1回開催されるこの会議は、県内の会社代表や学術経験者、弁護士などが委員として選ばれています。この日は昨年度から実施している高校入試の自己表現について、来年度は現場の負担軽減などを踏まえ自己表現カードを廃止する方針などが話し合われました。先ほどご説明いただいた、まだやらないと決めたわけじゃないといったようなことがちゃんと伝わるようなご説明が必要だろうということがまずございます。また2018年に県としても初の民間人女性教育長となった平川理恵前教育長。女性だから大丈夫か、若いけど大丈夫か、それから、教壇に立ったことがないけど大丈夫かっていうことを言われましたけれども、逆にそこが分からないからこそ皆さんからこう聞いて、いろいろ進められるっていう強さもあると思っていますので。リクルートなど民間企業での経験を生かし、公立高校入試で自己表現を取り入れたり、不登校を支援する SSR スペシャルサポートルームを設置したりするなど教育改革を主導してきました。一連の問題につきましては、県民の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしたことですね、改めて誠に申し訳なく思っていると。一方で県教委と NPO 法人の契約が法令違反と指摘された問題では、市民団体から告発されたり、
図書館などのリニューアルでは、進行のあったアドバイザーが選任したことや、図書の廃棄などをめぐり、さまざまな議論が起きました。私としては、少し、広島県の教育、あるいは日本の教育を前に進められたのではないかなというふうに自負しております。こちら側に立つとこういう感じなんですね。一方、兵庫県姫路市では、異色の教育長が誕生しました。広島県出身で、TBS でアナウンサーや報道に携わった久保田智子さん。姫路市長は、親としての目線に加え、報道で少子化問題に深く切り込んだ経験があり、教育長にふさわしいとして打診したということです。それは子どものためになることなら、自分ができることがあるならやろうという気持ちです。最初は不慣れなところもあると思いますが、皆さんにいろいろお伺いしながら、私にできる支援、そしてお役に立てることを探していきたいと思っています。では、広島県ではどのような人が選ばれてきたのでしょうか。前教育長の平川氏から遡っていくと、県出身者が2人続き、その前は5代連続で文科省など官僚です。10代遡ったところ、県出身者が4人で、文科省など国の官僚が5人と、官僚出身者が多いことが分かりました。篠田教育長は、多くの県では県立学校の校長を務めた人が多く、教育の専門家よりは教育行政に精通した人が選ばれることが多いとしています。就任会見で、風通しの良い組織づくりを掲げた教育長。就任から1ヶ月が過ぎました。ちょっと連休でちょっと、ね、たくさん食べ過ぎたなってなので、ちょっとご飯をなしにして炭水化物控えめで、おかず重視で。県教委のすべての課の職員とランチミーティングをすることや、職員の飲み会にも顔を出しているといいます。私がどういう人間なのかも含めて、安心して仕事ができる、心理的な、なんというか壁というか障壁がなくなるように、ざっくばらんな、話ができればなと。仕事をちょっと離れてですね。前教育長時代、組織の硬直化を外部調査委員から指摘された県教委。新たな改革が始まっています。未来を生きる子どもたちの力がつくように、そのために我々の仕事がありますので、そういった何のために今の変革を進めているのかといったことの意識合わせを、より多くの職員の方と、また学校で教育を支えている方々と意識合わせをしながら進めていきたいと思っております。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。